And get your hand off my hips and kiss my lips, kiss my lips, kiss me all over. Are you gonna take that kiss?よく来たな、同志社くん。教官の東北なちたんだ。どうも、戦闘主任の吉田です。今回は最近私がハマっている、エスケープフロムダルコフっていう FPS をやっていくぞ。今一番ホットな FPS ですね。ところで教官、これは一体何をしているんですか？これはカスタムした AK の試し撃ちをしているところだな。見ろ、この銃にはサイトが2つついていて、近距離と中距離で使い分けることができるんだ。どうだ、かっこいいだろ。最高にクールです教官。というわけで早速遊んでいくぞ。マップはカスタムというところで、今回はここでいろんなタスクをこなしていくぞ。タスクっていうのはモンハンで言うならクエストみたいなものですね。ところで教官、なんか持ってる銃がさっきのと比べてだいぶしょぼくなってるんですけど。バカ野郎。すみません、なんで僕今怒られたんですか？貴様はこのゲームで一番怖いものが何なのか知っているか？怖いものですか？そういえば僕、ちょっと前に血液検査をしたんですけどガンマ GT が100もあったんですよ。確かに怖いけどそれはゲームとは関係ないだろ。ゲームに関係していることで怖いことというと、やっぱり敵 PMC でしょうか？やられると思ってるもののほとんどを持っていかれるわけですし、あとはチーターも怖いですね。残念だが、今のタルコフではそれらは2番と3番だ。敵 PMC やチーターよりも怖いものって何ですか？今のタルコフで一番怖いもの、それはエラーだ。なるほど、確かに。このゲームは最近急激にユーザーが増えた結果、ものすごく動作が不安定で、コネロスは当たり前、時にはサバ落ちや原因不明のエラーで、なぜか装備を全ロスするなどの地獄と化している。まるで島根みたいです。ぶっちゃけここ最近は敵にやられて装備をなくすよりエラーでなくす方が多いというありさまだ。そんな状況なのにフルカスタムした銃なんて持ち込んでみろ、かなりの確率でロストするぞ。我々このゲームを始めて日が浅いですから、銃に限らず装備をロストするとかなり痛いんですよね。この動画だって本当は冒頭で持ってたあのフルカス AK を使う予定だったんだ。なのにあの AK 結局実戦で一発も撃たないままサバ落ちでロストしたんだぞ。しかもだ、保険かけてたから大丈夫だと思ってたらなんか戻ってこないし。返せ、私の AK を返せ。落ち着いてください教官。私としたことがちょっと取り乱してしまったな。ちょっと。とにかく私はもうエラーが怖くてガチ装備では遊ぶことができない体になってしまったので、ロスとしてもあんまり痛くないそこそこの装備でまずはスカブを15人切るというタスクをやっていくぞ。こんな何の参考にもならない消極的で地味なタルコフのフリー動画を出すのって我々くらいなもんでしょうね。というか肝心のスカブが全然いないんだけど。他の PMC に倒されちゃったんですかね。どうでもいい時はたくさんいるくせに、こういう時に限っていないよな。足音がしますね。この感じは PMC だな。いえ、陽気なタップダンサーという線も捨てきれません。なんでこんなところにタップダンサーがいるんだよ。あ、目の前の扉から出てきますよ。やったぜ。早速ハイエナのように漁りましょう。うわ、なんかごっつい銃持ってる。 SVG ですね。しかも結構カスタムされてます。ありがたく全部もらっていこう。よし、じゃあ帰ろう。え、ちょっと待ってください教官、まだ一体もスカブを倒してませんけど。バカ野郎、スカブより今はこの銃を持って帰る方が先決だ。なんかもうエラー恐怖症のせいで利益の確保が最優先みたいになっちゃってますね。ちょっと待って、なんかいる。あ、危なかった。あの感じは多分プレイヤースカブですね。敵も焦ったのか、なんかスタングレネードミスってましたし。もうやだ、怖い。帰る。あれ、あさらないんですか？こんな出口近くで待ち伏せしてるようなやつなんてどうせ大したもん持ってない。それより銃声を聞きつけて魚振りに来るプレイヤーが来る前にさっさと帰るぞ。さすが普段同じことしているだけあって説得力がありますね。やかましいわ。まあでも今回はエラーもなく無事帰れそうだから良かったですね。そうだな。あれ、おい、ちょっと待て、なんでカウントダウンが始まらないんだ。バグで期間までのカウントダウンが表示されず、おろおろする様をしばしご覧ください。あ、よかったですね、無事帰還しましたよ。ふざけんなマジで、またエラーかと思ってヒヤヒヤしたわ。まあまあ、気を取り直してタスクやっていきましょう。とりあえず気分を変えるために武器を VSS に変えてきたぞ。それとスカブを倒すタスクと並行して、このマップにある4つのトレーラーにマーカーをつけるっていうタスクも進めていくぞ。確かこの辺に1台トレーラーがあったと思ったんだけど。っていうか敵いるじゃん。倒せましたね。あんなところで何してたんだ。多分うんこしてたんだと思います。絶対違う。でもよかったですね、脇の茂みに隠れられてたら多分気がつきませんでしたよ。とりあえず卵飯したら見に行こう。うんこですか？装備をだ。おしんながんですね。とりあえず全部もらってさっさとマーカーを設置しに行こう。ん？ライファーっぽい人がいますね。とりあえず殺しとくか。はあ、おい、なんであいつ死なないんだよ。しかも微動だにしませんね。もしかして回線切れか？いえ、クラフトワークを使っているという線も捨てきれません。それサーレイのスタンドだろ。まあ倒せないなら放っておくしかないですね。なんかすごい嫌な予感がするんだけど。ほら見てください教官、トレーラーがありましたよ。よし、一つ目のマーカー設置完了だ。あれ？どうかしましたか？いや、マーカーを設置するとカウントダウンが始まるはずなんだが。
の皆さん、戦闘主任の吉田です。先ほどのレイドは結局復帰することができず、無事装備を良しとしました。一応保険はかけているので戻ってくることを祈るばかりです。今はショックで膝を抱えている教官の気分を変えるために別のタスクをこなしつつ夜のカスタムをお散歩中です。コネロス怖い、コネロス怖い、コネロス怖い、コネロス怖い。ほら、いい加減立ち直ってくださいよ教官。コネロス怖い、コネロス怖い、コネロス怖い、コネロス怖い。これはかなり時間がかかりそうですね。おや、何やら足音が。倒せたな。あ、ようやく正気に戻ったんですね。ああ、銃声と戦場の匂いが私の意識を再び呼び起こしてくれたんだ。さっきまで膝を抱えていた人間とは思えないほどハードボイルドなセリフですね。うるさい、うるさい、うるさい。まあとりあえず漁りましょう。何も持ってねえ。多分この人も我々と同じでタスクをこなしに来たんでしょうね。まあこの辺って特別用がないと来ない場所だからな。我々もパパッと済ませちゃいましょう。この中にあるアイテムを持ち帰ればいいんだよな。そうですね。あ、これか。それじゃあ次に行きましょう。今度は工場地帯にあるアイテムの回収だな。やっぱり夜はあんまり銃声がしませんね。 PMC にビクビクしないでいいから気が楽だ。ん？どうかしましたか？なんか外で気配がする。もうすぐ夜明けですからね。きっと新聞配達のおじさんか、もしくは牛乳配達のおばさんですよ。そんなわけないだろ。ほんとだ、足音がしますね。ていうかまっすぐこっちに向かってきてないか？これがタルコフだ。多分あの人も我々と同じタスクをこなしに来たんでしょうね。正直、私だったらこんな死に方したらぶち切れる。相手からしたら完全に事故ですもんね。よし、アイテムも回収したし、あの人の装備を漁ったら帰るか。うわ、この人レベル1だ。ということは、タスクじゃなくてただ単にマップを見て回ってたんですかね。なんか申し訳ない。でも装備はもらっていく。まさか我々が初心者にタルコフの洗礼を与えることになってしまうなんて思いませんでした。さあ、コネロスする前に帰るぞ。ようやく出口近くまで来たな。やたら慎重に移動したからすっかり夜が明けた。ちょっと待って、敵いるし。危なかった。なんであの人撃ってこなかったんでしょう。わからんが、とにかく助かった。卵飯したらアサリに行こうと思ったけど、背後から草が擦れる音がする。すみません、今のは僕が野グソをするために草むらに入った音です。ふざけんなこの野郎。いや、やっぱり気配がする。いた。僕の他にもノグソをしてた人がいたんですね。違う、忠誠を聞いて魚振りに来たプレイヤーだ。それより、今度こそコネロスする前に漁って帰るぞ。どんだけコネロス怖いんすか。とりあえず AK だけもらっておこう。あとは別にいらんの。もう一人は湧いたばかりのプレイヤースカブみたいで、特に目ぼしいものは持ってませんでしたね。なんとか無事帰ってこれたな。今回はコネロスしなくてよかったですね。ただでさえ緊張感があるゲームなのに、別の要因でもハラハラするから息が詰まってしまう。早く快適に遊べるようになってほしいものですね。というわけで今回の動画はここまでだ。それでは諸君、縁があればまた次の動画で会おう。さらばだ。ご視聴ありがとうございました。